皆様、こんにちは。Max です。今日私、話しすることは外国人。特に日本に働く外国人。ある提案があるんですよ。あの日本で労働者は足りません。もう外国から外国人労働者を日本に入れて、例えば普通日本人やらない仕事、例えば農業とかなんか、ね、そういうことをするっていうの。 とところか工場で働く。まあ、昔からあるはありますけれど、今のこと、特に私は違うことで見ると、家族を呼ぶことできると、それであ,のあと何年間でやると、永住権で漏れる、簡単に漏れるっていうことですよ。私はこれ、とっても反対です。なぜいや私の顔を見ると、ほら 普通日本で生まれてる日本人ではなく私生まれはアメリカの合衆国です。はっきり初めて日本に来てる外国人。まあ今永住権ですよ。全部で47年日本にいて。まあ、あの、まず一つね。外国人はあんまり働かない。私も結構経験がありますから、20年間あのテレビ関係、テレビ映画の外人タレント事務所。 で、そういう外人を出すとかなんか、もう、すっごい頭痛いことで、外国人は自分のルールばっかり、自分の手、あの、勝手にのことばっかりやってると、日本のルールはしない。しない。大変ですよ。まあ、あとね、家族来ると、永遠の滑走の階級ができてますよ。っていうの、下のクラスっていうか、あの、普通日本人まで生活に上がらないけれど、あの、 そういうの永遠の下のクラスでこれで犯罪も増える。まあ、ある人たち言うと日本語ちゃんと教えるとか,なんかそういうことをす,するべきという言うけれどこういう経済で的る人たちはやっぱり日本語を勉強しません、まあ。お父さんの方がギリギリ何とか片言しゃ喋るかもしれないけど子供たちとお母さんは喋らない。で何するのは あの例えば東京の今、池袋が結構治安悪くなってる、評判悪くなってる、やっぱり外国人、そういうところにいて、で、やっぱり犯罪のほうになっちゃうんですよ。なりますよ。お金もいっぱいあるし。そうそうそうで、でそれもあるんですよ。今ね、例えば日本の研修生、すごく低いの、お金払ってるから、やっぱりこれもね、うち日本人さんからこれひどいんですよ。これやっぱり、同例クラスみたいなの作ってるんですよ。 まあ私も読んでるんで、なんかね、あの、どっかの、あの、官僚が優秀な外国人が日本に来るんじゃないかなとか、ちょっと待ってください。世界一番優秀な労ル者は日本人。外国人はそこまで近くに来ない。仕事についての考えは、日本人が世界一です。日本人は仕事は宗教と同じように考えている。あの、特に私の周りはアメリカ。 アメリカ人が遊ぶのために働く。考えは違うよ。全然違う。だからあんまり一生懸命働けない。特に、あのこういう英語なんて言わざるで、なんか言わざる。I work as hard as I'm paid. っていうかね、私もらってるギャラについて働く。だってギャラが安いんはったら一生懸命働かない。これ日本人に説明するとすごく難しいですよ。で、あの、ヨーロッパを見てくださいよ。 ヨーロッパにいろんな国々がいっぱいあのドイツ語でゲストアラバイターとか,なんかゲストワーカーというか,なんかそういう一応ローに来るとそのうちいつか帰るとまず帰りません。絶対自分に帰れない。で、ドイツ語を覚えないとかまあねで、ドイツ人にならないんですよ、ほとんどはね。これが日本に来るとすごく今まで日本がない問題もそれしか問題になるよ。で、私の母はスウェーデン人も ユーチューブログで言ってるけど、ユーチューブで言ってるから。私は、父がドイツ系アメリカ人で、母はスウェーデン。今、スウェーデンは、はっきり、軍隊を拡大しています。えなんで国の中ね、まあ、いっぱい難民も入れたりとか、なんかそういうなこともしてるから、60以上、60以上のノーゴーゾーン。ノーゴーゾーンって何意味ですかこの地区に警察も怖くて入れない。 消防車も怖くて入れない。郵便屋さんも配達もしません。というか、スウェーデンではない。こういうのを、難民のゲンがやってますよあの。今、日本もね、だんだんそういう近いところ聞いてるんですよ。外国人ゲンの話、ちょっとね、マスコミで読んでるんですよ。例えば、東京の蒲田で、ネパリゲン同士で、大喧嘩があった100人ぐらいで、えっと、なんかね、栃木とか馬であの、ベトナム人の方が、 農家からもあの牛とか,なんか穀物を盗んでるとかなんかね、それが大ショックですよ。これはよく外国してるけど、日本でこういうも題が来ると、いや、これひどいんですよ。だから、日本で労働者を耐えないと、ちょっとすいませんけど、コロナ禍でいっぱい仕事を失っているでしょ。こういう人たちを使えば、あとひきこもり。結構ひきこもりだったら、あの国から、 強制的に、こういうのを、まあ、長老みたいな感じで、長兵と同じ軍事の、簡単に軍隊を入れる。これからも労働者も引っ張ってもいいんですよ。150万人の引きもりいるんだったら、いや、半分ぐらいでも働けるでしょう。交流するべきですよ。そして、もう一つの大きな問題。私も東京の人ですから、これも東京、東ですね。東京、東ですね。武蔵野市。武蔵野市で、 あの外国人に住民投票の条例案。で、話聞いて武蔵野市の市長があの、そうですね、3ヶ月でも住んでる外人に、こういうの、場合に投票の権利をげますよ。これはとても失敗。まず投票の場合は、日本の国民のみ、私、永住権のいる外人でも投票するのは反対です。 自分もそれも入ってきますけど反対です。で、これもね、絶対そのとっても短いあれ。短いあれだったら日本のこと何ですか分かってない。言葉もろくにできないんですよ。で、絶対外国人の場合だったら、あのじゃあ武蔵野市にこういうこと始まる。自分の困ってること。じゃあ自分の困ってることです、国から何とかしてくれとか、市から何とかしてくれ。 でこれが、どっか仕事場を私、差別があった。まあ、差別っていうか、よく外人がすごく勘違い。日本のルールに従わないから、やっぱりあのそれ差別というふうに受ける。あと、やっぱりあの賃貸の問題、不動産が相手してくれないとか,なんか、外国人は大変ですよ。日本の生活、よくわかんない。あの例えば、私の近所であの初めて入ってて、ゴミを出すこと。あの近所のおばあちゃんたちは あのマックさん、あなたね、ゴミが朝4時から出した方がいい。なんか、その前の夜にの夜出す、行きません、行きません。OK、OK、OK。私はおばあちゃんたちで喧嘩したくないから、怖いよ、怖いよ。ね、それで、あのやっぱりいるのし近所のルールもある。そうそうそうで、でそういうこと。私、自分の近所でなるべくできるだけみんなと仲良く生活する。外国人はそうしません。 自分の権利。自分の権利ばかりのこと言うんですよ。で、これほとんどどこの国もそうです。まあ私もアメリカも間、アメリカ人は本当にうるさい。あの最近、今日私も聞いてて、あのキ岸ル総理大臣がとりあえず、まあ、コロナ禍であの外国人は1ヶ月日本に禁止です。私1ヶ月足りません。1年。1年、鎖国しましょう。それで今、せっかく日本のコロナが落ち,落ちてるから、 また外国人いるの、また増えると、正直で私これ反対です。でもね、外国人日本に来ると、まあ、医外人が、医外人というか、日本語を覚える。日本の習慣に従う。こういう人たちが永住権でいいと思いますけれど、まず今の条件で、やっぱり真似合うべきですよ。今のもう、永住権はちょっと簡単すぎる。日本語できなくても永住権できますから。 皆さん、永住権はほとんど日本の市民権と同じですよ。ただね、投票の権利がない、選挙の場合の権利がない。Okay、まあ。自分の生まれている国で選挙できるよ。私今でもアメリカの大統領選で一応それも出してるけどね。ねあの日,本日本で選挙権欲しいなら日本選挙と私今途中ですけど、その日本選挙を取っている途中です。とにかく、 あの、あ、多様性っていうことね。結構、こういうの人もいますよ。日本が多様性が必要。十分ですよ。十分ありますよ。日本人は日本の文化を守るべきですよ。日本がすごい素晴らしい国ですから、あの、外国のく習慣のためにこれを捨てちゃうと私すごく悲しい。とにかく、日本を守りましょう。外国人をそんなにいっぱいいりません。 外国人労働者の方がちゃんと日本人のように働かないから彼たちもいりません。日本守りましょう。私は自分で努力しますから、皆さん私の YouTube 見てる人たちを私お願いします。一緒に日本守りましょう。よろしくお願いします。あ、あと皆さん、すいませんけど、絶対いいねしてください。あと登録お願いしますよ。はい、ありがとうございました。